はい、皆さんこんにちは。今日は午前中っていうか昼過ぎぐらいにですね、植物の発想が一件あったんで、庭のね、竜のひげっていう、まあなんだろう、庭によくボーボー生える感じの草をね、抜いて段ボールに詰めて、で今ねコンビニ行って発送してきたんですよ。でね、思った以上にね、根っこがすごい頑丈で、二人で作業したんですけど、結構時間かかりました。で、今回のその植物は、自分がこう繁殖させてとか栽培してっていうんじゃなくて、庭のね、手入れで、もう完全にね、こう庭石の内側、まあ庭石の外と言ったらいいのか、まあ、もともと生えてたところからもう完全に出ちゃって、庭に生えてきちゃって出てきちゃってるやつをね、出品してたんですよ。で、まあ、売れたは売れたですごいありがたいんですけども、お金には全然なんなくて、多分300円とかそんなものです。で、まあ段ボールも一応現物見ながら詰めていこうと思って2サイズ用意してたんですけれども、残念ながらね、ちっちゃい方のサイズには全然収まりきれるような量じゃなくって、大きいサイズになったんでね、そこでまた100円送料が変わりまして、ほぼほぼね、手間考えたらね、まああんまり儲からないようなことをねやってね、非常にねテンションが下がってます。っていうのも、まあそれより前に今日はね、朝起きた時からね、あ、ちょっと頭がね疲れてる状態で、なんともね、気分が優れないです。体調が悪いですね。こんな日にね、車でドライブでも行けたらいいんですけどもね、ドライブでも行ったら多分ね、崖からそのまま落ちたらいいなと思っちゃうかもしれないですね。そんなようなね、まあ、精神的な状態でね、ただどっちかっていうとね、ストレスがね溜まってる方だと思ってるんですよね。なのでね、本当だったらね、体を動かしてね、いろんななんか作業やったりね、ストレス発散したりね、出かけたりしたいんですけどね、何分ね、手押しのね車椅子なもんで、手押しの車椅子ってね、5分10分でもねずっと漕ぎ続けたらね、もう体のね腕の力が入らないぐらいね大変なんですよ。でちょっとね、スポーティーなね、自分で自走式の買おうと思ったらね、多分10万以上するでしょうしね、電動車椅子なんて言ったらね、40万50万とかしていくんですよね。手出せなくてね、ずっとね、介助用のね、手動の車椅子で2年以上生活してますけども、やっぱりね、精神的なね、症状も脳疲労とかパニック発作とか、うつ状態とか、そういうのもあるんで、そううつっぽいもんとかあるんで、もう繰り返してる間にね、だんだん、こう、疲れてくるんですよね。人間の顔にシワが刻まれるメカニズムと同じで、同じところにね、笑いじわがあるとね、何年も何年も同じところにね、笑いじわ繰り返してると、ほうれい線ができるみたいな、シワが刻み込まれちゃうみたいなね、そういう、ことがね、心の傷にも同じようにあって、なんか車椅子でね、もう生活して、家の中でもね、松葉勢なんですけど、多分ね、骨折とかならね、せいぜい数ヶ月とかでね、もう歩けるようになりますし、希望があるし、自分の足だから、なんとかなってると思うんですけど、私の場合、自分の足じゃないものが足に入ってるっていうことがあって、よりね、転んだりとかね、倒れ込んだりとか、それこそ、毎日、まあ、人間、睡眠時間、7時間ぐらいあるわけですけど、寝返りがね、自由に打てないんですよね。一度寝返りを打つたんびにね、起き上がって足の向きを手で、足を抱えて、向きを変えて、寝るっていうね。本当にね、惨めな気持ちになるんですよ。だね、健康な人がね、気を使ったつもりで、
そんなことないよって言うんですけど、いや、そんなことはあるんです。それが事実なんですよ。体験したことがない人がやっぱ綺麗事言うのはね、綺麗事になるんですよね。経験してる人はね、本人からすればね、この今のこの状況がどれだけね悔しくてね、自分のこの今の状況が惨めかっていうことをね、ほんと痛いほど感じてるんでね、死んでしまいたい気持ちになりますよね。今日で5日目ぐらいかな、15から始めて、あ、4日か、麹水ね、これ今入ってます。一応続いてるんですけども、まあ、飲むタイミングがまちまちにはなってきてて、まあ、お水代わりっていうことで食事と一緒に飲んだりとか、まあ、あとね、喉乾いた時に飲んだりしてます。一番は朝起きた時に飲むのが効果的だっていうことは聞いてるんで、初めて見てる人はね、朝にね、飲むことをおすすめします。それからね、まあ、ダイエットのつもりで飲み始めたんですけどもね、昨日、まあ、ちょっと久しぶりにね、意を決して体重計に乗ったわけなんですが、体重がね、まあ、ちょっとだけね、0.、カンマ刻みで増えてまして、何十何の、一桁のところがね、増えてたんですね。それ見てね、私がっくりしちゃって、ダイエットに対するね、モチベーションもちょっと今、湧かないっていうのが正直なところなんですね。まあ、なので、こんなものを買ってきたわけなんですけども、こちらね、セブンイレブンのね、チキン南蛮弁当なんですけれども、タルタルソースがね、すごい乗っかっててね、私は前に話したかもしれないですが、チキン南蛮が一番美味しいと思ってた時期が、人生の中で何年間かありまして、まあ、歳をね、ちょっと重ねて、あまり食べなくなったんですけれども、もうね、昨日の体重計見てね、私もがっくりしてしまったんでね、まあ、これはちょっとやけくそじゃないんですけどね、コンビニに行ったらね、いつもはこれもう売り切れちゃってるんですけども、今日はね、一個だけ残ってたんでね、もうこれはね、食べていいんじゃないかと思ってね、買ってきました。ただね、カロリーがね、1205キロカロリーなんですね、こちら。はい、ちょっと作業したんでさ、爪汚れててすいませんけど。それですね、私は今足悪くてね、庭のことはやってますけれども、全身をね、使ってこう歩いたりとかしたりしてることはできませんので、おそらくね、このぐらいのね、カロリーだとね、1日分ぐらいになってしまうんじゃないかなというふうに思ってます。最近ね、肩甲骨動かしたりはね、してるんですけれどもね、さっきも言ったように足にね、自分の体ではないね、人工物入ってますんで、それがね、まあ、緩んでるような状態なんでね、下手にね、足もね、筋力トレーニングとかしてもね、その緩んでるところがね、さらにね、自分の足の重みで削られて、どんどん緩みがね、ひどくなってくってことも考えられるので、迂闊にね、ちょっと筋力トレーニングもできないしね、頭が参っててね、認知症の一歩手前みたいな状況だと、自分のこともわかんなくなっちゃったりね、何かやろうとかっていうこと自体がね、思い浮かばないんですね。忘れるっていうよりかはね、そのこと自体が理解できないんですよね。まあ、なのでね、認知症に一歩ね、踏み込んでるんじゃないかなと思いますけれどもね。まあ、そういう状況でね、私もまだまだね、結婚できるぐらいの年齢ではあるんでね、そういう風な話を先生とね、してて、もう正直ね、自分の人生悲観してるに決まってるんですよね。当たり前ですよね。自分のこともわからなくなっちゃうんじゃないかっていう風な不安があるわけですから。それに加えて体のこともね、あるんで、自分のね、行く末が心配なわけです。ですからね、まあどうなっていくかはわからないんですけれども、日々ね、まあ、ストレス、悲しみ、もう何とも言えないような気持ちで毎日過ごしてますけどもね、下手な人にはね、関わらないようにね、自分が傷つかないようにはしています。うん、まあある意味ね、こう言ったらなんなんですけども、こういう時にね、声かけてくれる人のどういう言葉かによってね、自分はね、その人と付き合うかどうかをね、見極めています。うん、
前も言ったんですけど、縁を切った人もいるし、逆に新しい縁ができた人っていうのもいますね。やっぱり、それだけ地獄の苦しみを味わったことが、その人なりにあるのかなって、そこで共通する部分があるのかなっていうふうに思いましたね。なんでまあ、そういう痛みがわかる人同士で繋がれたことはいいですけど、ただ、まあもううつ状態になるとね、平常心とは違う思考をたどるんですよね。なので、普通の人がいいことがあるとか、そういうふうなこと言っても、うつの人にはちょっと響かないんですよね。そういうことがね、もっと浸透して世の中ね、理解が深まればいいなと思う日々です。はい、今ね、さっきのタルタルソース弁当をね、開けました。はい、このようにね、タルタルソースがね、べったりね、崖のようにね、なってます。ついこの間ね、日立海浜公園でしたっけ、のね、ネモフィラのドローン撮影の動画見たんですけどね、ネモフィラの丘みたいにね、ででーんとね、広がってます。はい、ということでね、もうダイエットが今ちょっとね、停滞してて、始まったばっかりなんですけどね、体重増えてるの見て やる気なくなっちゃったんでね、もうこれ今日は食べようと思います。許してください。はい、というわけで、いただきます。はい。まあ、見るからにね、こうカロリーですけど、美味しそうだ。今日はもう起きた時から脳みそが疲れてるんで、もう無理。